感覚で覚えてる。はい。あ、持ってる。ちょっとおやつ。おやつ。腹減りましたもん。腹減った。跳ねるかもしれない。ああ大丈夫か。抜けていこう。はい。これいいわいいわ。まな板割れちゃったんだよね。あ、割れたまな板見たことないっすね。確かに初めて見ます。あ、はい。これでもカニの餌。面白いなって、やっぱいいっすね。いいよ。全然大丈夫ですよ。大丈夫。はい。一本使っちゃうから。はい。マイルドだね。うまそう。冷えてるよ、一応。あの、氷に入れてるから。ああ、はい。超うまそう。はい、じゃあ、いいっすか。いいよ。骨気をつけてね。はい。お味は、うまい、うまい。お腹弱くないよね、大丈夫。全然。食べていいですか。うん。うまいっす。うまいね。ハチがやってきた。ジバチだね、これジバチ。うまいね、前遠慮なく食っちゃって。最高だね。ちょっとさ、俺これ浮かせるからさ、そっからさ、ビール取ってくる。すげえ食感いいっすね。食感いいね。わさび忘れちゃったけど全然いけるね。あ、美味しいっすね。うん、つまみとして全然食っちゃっていいよ。はい。今日は江ノ島で釣りをしております。まあ釣れたら今度動画アップします。まあもうちょい時間的にもうちょいしてから釣れるかな。ビール開けるために今手洗ったのにまた食っちゃった俺。どうしよう。醤油に油が入ってますね。最高。これ今動画的にはさ、これ前回釣ったやつとつながってこれだから。あ、そうだ。ああ、なんかうまく、あ、そういうことか。今日の江ノ島釣りは次回になるかどうか、釣れなかったらオクラでございますね。でもこれ最高の一本だ。江ノ島で刺身で食いました。外で食べるとなんか違いますね。ね、違うでしょ。骨と皮くっついてるから気をつけてね。
うん、それではまた次回。強い。結構でかいっすか。